皆さんこんにちは、白洲あかりです。今日はですね、あの有名な焼き鳥屋さん、そう、鳥貴族さんに来ました。この日はですね、ちょっとスタッフさんと一緒に来たので、またいつもとは違う私が見れるんじゃないかなと思います。ぜひ最後まで見ていただけると嬉しいです。ということで、早速お酒を選んでいきたいなと思うんですけど、私はね、いつも決まってこのこだわり酒場のレモンサワーを頼んでます。もうね、結局私レモンサワーの中ではこのこだわり酒場のレモンサワーが一番好きなの。だからね、永遠にこれを飲んじゃう。もうさ、トリキってさ、トリキってさ、もうたくさんメニューがあるじゃん。いろんなレパートリーがあって、もう迷っちゃうよね。だけどね、私がね頼むメニューはいつも決まってます。なんだと思いますか？チッ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 、多分私のことを好きな人はわかるけど、はい、冷やしトマト、これは絶対頼む。あとはね、このね、白ネギ塩昆布っていうのが気になったので頼んでみました。もうね、これやばい、めっちゃくちゃ美味しかった。あとは何を頼むんだ、塩だれきゅうりですね。はい、っていう感じでどんどん頼んでいきたいなと思います。久々に鳥貴族に行ったら、新しいメニューがたくさん追加されてたので嬉しくなっちゃって、いっぱい頼んじゃってますね。こんな量あっても食べれないよって毎回思うんだけど、なぜか食べれる。なんでなんだろう。ということで、お酒が到着しました。乾杯。うまっ。もうめっちゃ美味しいんだよね。もう一発目は絶対これ。いつもさ、一人で来るときはこうやってライトとか持ってったりとかできないんだけど、ちょっと恥ずかしくて。でも今日はスタッフさんがね、携帯用のちっちゃいライトを持ってきてくれて撮ってるの。そしたらね、隣の席、ちょっと奥の席の人たちが、あれ YouTuber みたいなことを話してて、ごめんなさい、本当ちょっと底辺 YouTuber なんですけど、ごめんなさいっていう気持ちで撮ってるっていう話でした。はい、ということで、話してるうちにね、次から次へと食べ物たちが到着したんですけど、このね、白髪ネギ、白ネギのね、塩昆布だっけ、このねメニューがもうめちゃくちゃ美味しかったの。これは絶対にリピ決定。こだわり酒場のレモンサワー、水のように飲めちゃうので2杯目突入です。そして私の愛する冷やしトマトが届きました。美味しい。ちょっとね、これを取った後に気づいたんだけど、私最近トマトを食べ過ぎてるの。1日大きいトマト丸々2個ぐらい食べてるのね。やばいからちょっと気にしないでほしいんだけど、そしたらね、トマトアレルギーになっちゃったの。トマトアレルギーっていうか、ちょっと花粉の時にトマトを食べ過ぎると花粉が悪化するらしくて、肌が痒くて仕方がなくて、でいつも皮膚科に行って薬をもらって、それをね飲んでるんだけど、それでも収まらなくて、なんとトマトを食べなくなったら一気に収まりました。ついには感情がなくなり、彼の顔から一切の表情が消えた。うん、気にしないでください。気にしないで。やばいよね。相当やばいよね。でもね、普段からね、こういうキャラなんだ。こういうキャラっていうか、何なんだろう。私多分変だと思うの。よく変わってるって言われるし、でもね、普段はあざといキャラでやってるじゃん。だからね、そういうの出さないようにしてるんだけど、こういうちょっと変わってるところもあって、まあそこも良さだなって思ってる。
学校でもさ、クラスに一人はさ、こういうさ、ちょっとさ、変わり者っていうの、ちょっと、なんていうの、まあそういう人いるじゃない。私そういう人、うん、そういう人なんだ。でもね、芸能界に入って変わってる人たちって多いじゃない。変わってないとああいう動画も作れないし。だから私のね、仲いい友達はね、みんな変わってて面白くていい子たちなの。ということで、突然ですがそろそろ終わりたいなと思います。たくさんこの後もご飯系をいっぱい食べました。美味しかったです。ということで、今日も見てくれてありがとうございました。よろしければチャンネル登録とグッドボタンよろしくお願いします。ということで、バイバーイ。